少年のうちに情報を書いてますね。少年って言った時に前へ入る、普通だったら側面入る、この場合はここで一気に相手の正面に入力しながら当てる、そして切り替えて、それから前へし左足の時も同じくよし、いいや、切り替えて、あの普通の意味合いは側面にこう入る、これも手形まで胴を切ってから違う、こういう動きなんですか。これはこっちに持つか、ここで当てる相手を切り替えて、それから一円持ってきて、それから前へ、これ一円の動きですね。あの耳も側面に入る耳だけの耳じゃなくて、相手の中心に入る、これはこっちは相手を引き出して、こっちはそれを振りかぶって要するに耳でも、この時も相手する相手に言うんですね。外に向けるよ、ちょっと内側30度くらいにしようか、これが言うんだ。それからもう一歩振り込んで切り返して、それから前へ倒す、これ一連動作です。まずこれからやってみましょう。はい、じゃあ少年一応情報回復の右側やってみましょう。ではお願いします。はい、どうぞ。